まあ、多少賛美の時に歌を歌っていると涙が出てくるということはあったんですけれども、まあ、そういう日々をずっと過ごしてました。で、本当ただその頃は先ほどありましたけど、こう惰性になってしまってたところもあったのかなと思ったんですが、まあ、そこで祈り会っていうのをここでやられてるっていうので、新藤先生の勧めもあったのと、あと、まあ、漆原さん主催の勧めもあってですね、祈り会にともかく出てみよう、でも主を求めたいっていうところがあったので、祈り会に出てみました。で、初め出たんですけれども、言葉が何も出てこない、ね、ただ心の中で祈ろうとするんですけども言葉も出ない。で、皆さん上手に祈られてるし、威厳を使われてる方もいる、その中でこう自分でどうして出ないんだろうって随分悩みました。で、まあ、ただひたすらそこでまだ主を求め続けていたんですけども、先ほど新藤先生の言葉もあったし、求め続けなさい、叩き続けなさい、でひたすらそれをしていったと思います。無意識のうちに、そういうまだ駆け出しのクリスチャンなので難しい、その聖書の言葉もあまりわからないんですが、ひたすらそう求め続けてたと思います。で、ある時ですね、先週の、聖書の勉強会にも出てるんですが、聖書の勉強会に出ていろいろ話をして、その後で皆さんと交わりをしている中で、僕ももっと祈りたいっていうことを話しましたら、漆原さん夫妻と新藤先生です。皆さん